年始からいろいろありましたからね。明日も盛りだくさんですね。楽しみですね。はい、はい、さあ続いては月曜から早起き。今回のテーマはこちら。佐賀県に日本一のくのいちがいるらしいということで私調査してきました。忍者といえば伊賀甲賀が有名ですが、実は佐賀にも忍者がいたという文献が最近発見されたんです。さらに佐賀県は滋賀県、三重県、神奈川県などとともに去年10月日本忍者協議会を設立したんです。はい、ということで忍者といえばここ、うん、嬉野市にある肥前夢街道で聞き込みです。はいはい、忍者の方がいらっしゃいましたよ。こんにちは。こんにちはでござる。ござるとちゃんとおっしゃってますが、こちらに日本一のくのいちの方がいらっしゃると聞いたんですが、はい、本当ですか？はい、いるでござるよ。いるでござるか。いるでござる。どちらにいらっしゃいますかね。自分で探すでござる。忍びなんでどこにいるか分からない。あ、なるほど、隠れてらっしゃるんですね。ここ肥前夢街道にいる日本一のくのいち、一体どこにいるのか、さらに聞き込みを進めると、あっち登ったらいい。登ったとこにいる。情報をもとにそのくのいちがいると言われたところへ向かうと、似合わないこの場所で戦ってますよ。あ、もしやあの方じゃないですか。どっちだ。戦ってるところすいませんが、もしやあの日本一のくのいちの方ですか。はい、お寮でござる。そう、この方が日本一のくのいち、佐賀忍者のお寮さん。あの、つかぬことをお伺いしますが、何で日本一なんでしょうか。ではお見せするでござる。お、はい、はい、お見せで、あ、切り替え早いな。さすが忍者ですね。そうそう、なるほど、やんないですね。メリハリが、ね、ありますね。おお、的に命中してますけれども。命中してるやろ。はい、分かった。なんで日本一になったか。手裏剣の日本一なわけですね。はい。お寮さんは去年11月に行われた伊賀流手裏剣選手権大会で九州勢として初、そして女性としても初めて優勝。入門わずか1年で全国およそ350人の参加者の頂点に立ったんです。すごい。競技は6メートル先の30センチの的に向かって投げるんですが、これが難しいんです。ちなみにわしも出たんやけど、わし12位やった。そうそう、惜しかった。気になりますね。わし力で出たからね。力でね。力で、なるほど。師匠を超えたわけですね。そうそうそう、はい、すごいですね。すごい。何がきっかけだったんですか。ですね、まあ、幼い頃から憧れておりまして、まあ、就職後に、はい、あの忍者関連の方からお声をいただいて。忍者関連の方、怪しすぎますね。お頭がじゃあスカウトしたということですか。いや、わしじゃない。わしじゃない。インターネット、インターネット。さあ、その手裏剣打ち、どれだけ難しいのか、私も挑戦させていただきます。似合いますね。似合ってる。あ、惜しい。難しいですよね。難しい。重いでしょうしね。それか。入門わずか1年で優勝したお寮さんもすごいですが、師匠もすごい。わしはギネスの世界記録を持っておった。なんと元世界記録保持者、2年前まで世界一だったそうなんですよ。何が？一体何の世界記録を持っていたかというと、空中リンゴ赤道切り。どんな技なのか。自ら投げたリンゴを空中で切り鞘に戻す。1分間に何個切れたか、その数を競うんです。項目の記録は28個、はい、現在の世界記録は29個なんだそうですが、今何個やった。記録は残念ながら23個。それでもすごいですよね。すごいです。このリンゴの断面もとても綺麗に切れてます。本当だ、美味しそう。りょうさんの今後の目標があったら教えてください。はい、今後の目標ですね。お師匠のように世界記録を取りたいと思っております。佐賀には日本一の
くのいちだけでなく元世界一の忍者がいました。いやすごいですね。私もこの手裏剣体験したんですが、すごい難しかったです。どう難しいんですか？もう全然当たらないんですよ、的に。あーダーツとかとは違う。ちょっと容量は似てるかもしれないですね。重かったです。重いです。しかも手切れちゃうので危ないですよ。そうなんですよ。剣を伴いますしね。はい、以上月曜から早起きでした。